皆さんこんばんは、本日はこちら黒島護国神社での朝陽祭にようこそお越しくださいました。忍え神楽瞑想者の秋吉沙羅です。今から今日2回目のステージなんですけれども、約30分ほど、演奏させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私はですね、ここ広島出身のアーティストでございまして、今は東京を拠点にですね、国内外で活動をさせていただいております。そして今日ですね、一緒に演奏してくださるのは東京から来てくださいました、木戸夏樹さんです。木戸さんと出会ったのは実は20年近く前になるんですけれども、あるミュージシャンのですね、レコーディング現場にちょっとお邪魔させていただきまして、でこう勉強でね聴かせてもらおうと思って行ったら、木戸さんが現れて、もう最初の1音を聴いただけでどうしてこんなに心に響くのと、もうなんかちょっとうるうる来ちゃって、その後ですね、ぜひ木戸さんと演奏してみたいなということで、お声掛けをさせてもらって、そして近年では私のバンドでもですね、一緒に演奏していただいておりまして、最新アルバム忍びというものを出しているんですが、そちらでももうバリバリにギターを弾いていただいております。今日はこんな2人でお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。やっと日が暮れてきて、今日実は3時から始まってたんですけど、やっぱりとても暑くてですね、でもそこからずっと聞いてくださってるお客様方もまだいらっしゃって、本当にありがとうございます。だいぶ日が陰ってきたところで、まず最初に夕焼け小焼け、そして今の季節だんだん飛び始めるかなと思います赤トンボお届けいたしました。